こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、皆さんにご報告があってこちらの動画を撮影しています。おかげさまでこちらのチャンネルなんですが、先日チャンネル登録者数ですね、8万7000人を突破したんですね。見ていただいている皆さん、本当にありがとうございます。まさかこのようなペースでチャンネルが伸びるとは思わなくて、僕自身も驚いているんですね。今年はですね、例年とは違って割と事務所で過ごす時間も多かったので、たくさんの動画を撮って皆さんにご紹介した結果、このようにですね、多くの方にですね、見ていただけるチャンネルになったのかなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは主にですね、メンズファッションの基本的な項目をお伝えしているわけなんですが、皆さんもご存知の通り、ユニクロですとかグローバルワークですとか GU のような割とリーズナブルな価格帯の服を使ってさまざまなコーディネートをご提案したりですとか、あとはファッションの基本的な項目を中心にお届けするようにしてるんですけども、最近では初級者向けの内容だけではなくて、もっと中級者的な内容も見てみたいですとか、ファッションだけではなくてヘアスタイルですとかメンズ美容ですとか、あとはインテリアだとかライフスタイル全般について知りたいという意見もたくさん上がってくるようになったんですね。ただこちらのチャンネルの目的としては、なるべく多くの男性に向けておしゃれを楽しむためのファーストステップを提供したいというですね、目的があるんですね。ですのでこのチャンネルの中であまりですね、中級者的な内容やバラエティに富んだコンテンツを出していくということを最近はあまり行わなくなったんですね。これからもこちらのチャンネルではファッションが苦手な方ですとか初級者の方に向けて様々なコンテンツを出していきたいなと思ってるんですが、僕自身としてはですね、様々なコンテンツをもっと皆さんにご提供したいなという思いがあるんですね。そこで今回ですね、新しい試みを始めることにしました。それは何かと言いますと、メンバーシップというものをですね、始めることにしました。メンバーシップと聞いてもですね、皆さんピンとこないかなと思うんですが、普段見ていただいているこちらのチャンネルに関しては基本的に無料で見ることができるかなと思うんですが、メンバーシップというのは有料のチャンネルになるんですね。月額のメンバーになった方だけが見れるような動画を今後はですね、配信していきたいなというふうに思っています。こちらのメンバーシップの中での動画というのは結構様々なものをですね、今後用意をしていきたいなというふうに思っています。先々週ぐらいからいろんな動画をですね、会員向けに作っているんですけども、例えば僕の私物のマスクですね、いろんな種類を持ってるんですね。その中で僕が気に入っているものをご紹介したいですとか、僕が私物として実際に購入したものもどんどん動画の中でご紹介してるんですね。そしてファッションだけではなくてスキンケアに関する内容ですとか、あとは薄毛防止のために僕がやってることですとか、あとは僕の個人的な趣味であるインテリアですとか植物ですとか、あとはビジネスに関する項目ですとか、様々なバリエーションのコンテンツをこちらのメンバーシップの動画の中で皆さんにお届けしたいなと思っています。だいたい週に 2,3 本くらいのペースで有料版の動画をですね、皆さんにお届けしたいなと思ってるんですが、メンバーシップ内の動画に関してはかなり本音でお話をすることができてるかなと思っています。こちらの無料のチャンネルというのは結構いろんな方が見ていただいているので、なるべくですね、分かりやすくかつマニアックになりすぎないように意識しながら話してるんですが、メンバーシップ内というのはあくまでお金を払ってまで僕の情報を見たいという方だけが集まっている空間なので、結構思い切った発言ですとかマニアックで深いことについてもですね、どんどん配信しやすいなというふうに感じています。こちらのチャンネルの中では皆さんからのご質問もどんどん募集してるんですね。なかなか普段の動画では皆さんのご質問にお答えすることができなかったんですが、メンバーシップ内でしたら結構深い質問にもですね、どんどんお答えができるかなというふうに思っています。そしてメンバーシップ内のノリとしてはですね、割とラジオのような感覚に近いかなと思っています。なるべくですね、僕が今感じていることを本音で緩い空気感でお伝えしたいなと思っているので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなというふうに思っています。で、肝心なのがこのメンバーシップの価格なんですけども、こちらに関しては月額590円に設定をさせていただきました。今はですね、様々なメンバーシップのチャンネルがあるんですが、その中でも有料動画が見えるコンテンツとしては割とお手頃な価格設定にしてあるかなと思っています。なぜこの価格設定にしたのかというと、僕はですね、なるべく緩い雰囲気で様々な動画を配信したいと思ってるんですね。で、こちらのメンバーシップの中ではあえてですね、あまり細かく編集することもないですし、テロップと呼ばれるような字幕もですね、極力つけないようにしてるんですね。そうすることで僕が感じてることとかをですね、どんどんリアルタイムで皆さんにお届けしやすいかなと思ってますので、ぜひ皆さんもですね、ラジオを聞くような感覚でラフにですね、この有料チャンネルをお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのメンバーシップの登録の方法なんですけども、
今見ていただいている動画の下にですね、概要欄があるんですが、そちらの一番上にメンバーシップの登録用の URL を貼っておきますので、そちらをクリックしていただいて、あとは順に進んでいただければ簡単に登録ができますので、そちらの方から手続きをしていただければなと思っています。普段の無料の動画ではなかなかお届けすることができなくなってしまった本音の部分ですとか、中級者的なコンテンツですとか、ファッション以外のライフスタイルだとか、インテリアだとか、スキンケアだとか、ライフスタイル全般の情報ですね、どんどん配信していきたいなと思うので、ぜひ皆さんにもチェックしていただければなと思っています。そしてこれからもこちらのですね、無料の YouTube チャンネルでは、今前と同じペースでユニクロですとか、グローバルワークですとか、GU ですとか、なるべく手軽で買いやすい服を中心しながら、分かりやすいコンテンツをどんどん配信していきますので、こちらの方も引き続き楽しんでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。これからも動画の方をお楽しみいただければなと思っています。それではまた。